松本城を建てるにあたってうちの祖先は明治12年にこっちへ来てるんだけど、そこからのスタートですね。私でちょうど5代目になるんですけど、で私の父っていうのはその田舎の石屋は何でもやらなきゃいけない、何でもやれないとダメだよっていうのは若い頃から言われていて、幅広く石を見つめられる石材店、宝石屋さんではなくて石材店で あろうかっていうのが、まあ父から私は教わったし、私もそう思って今やってますね。大学では工芸科で鍛金、金属ですね。でも大学で習ってたことっていうのはその発想力とかですね、ファスナーをつけるようになったきっかけっていうのは、平面の石にファスナーをつけて、それでファスナーの中からはその板の石とは全然違う石が顔を出しているっていうような作品を作って出したら、買ってくださる方がいて、あ、だったら平面じゃなくて石ころにつけたら袋になるじゃんっていう単純な発想で、それでつけてみたらすごく客観的に面白く見れたっていう自分がいて、それでこうちょっと工夫して石に沿わせる方法をいろいろ工夫してる間に、あ、これは面白くなるなっていうことで続けて、それで工房店に出して処分いただいたりしたもんですから、それから続けてますね。制作の中で一番注意するのはその元の石の魅力っていうか、元の石のフォルムがをどうしたら柔らかく見えるんだろうかっていう観察をして、そのまず石のフォルムにどうファスナーを合わせていくか、それが自然に見えるようにするにはどこに置くべきかっていう、そこの一番のベースはそこですね。石に見えなきゃいけない、石に見えるんだけれども石に見えないっていう、その矛盾したパラドックス、頭の中で混乱してしまう様子、柔らかそうだな、触ってみた、ああ硬いんだ、もう一回納得するみたいな、その過程を楽しんでもらえるっていうのが常に意識していることですね。笑う石の作品に関しては、人間もこう対峙してお話をしているときに目が開く、口が開くことでこう感情が伝わり合うっていうかなっていうのがあると思うんですけど、それが石にもそういった入り口をつけて、歯が見えたり目が見えることで、その石が何か感情を持ってしまったように感じる、目をつけた時にちょっと思ったので、歯だったらもっと饒舌に語ってしまうんじゃないかっていう感覚が自分の中に生まれまして、それで歯をつけて続けていたファスナーをつけると、日本語だ、英語でもあるでしょうけど、口にチャックっていうような言葉遊びともこう絡められるので、そうすると見る方は開けたいとか閉めたいというような気持ちにもなるのかなと思って、それで作ってみたんですけど、常にこう笑った顔にしようというのがあって、作ってる作品は全部笑い顔にして作って